秋月の乱は、1876年に、福岡県秋月で起こった、明治政府に対する士族反乱の一つである。1876年10月24日に、熊本県で起こった上風連の乱に呼応して、旧秋月藩の士族、宮崎社之助、磯厚氏、戸原康浦、磯平八、戸波半九郎、宮崎哲之助、と聞きをし、 マスダ・静方、今村108郎ら約400名によって起こされた反乱である。神風連の乱から3日後の10月27日、今村を隊長とする、秋月党が、挙兵。まず、民元寺で説得に当たった福岡県警察官、穂波半太郎を殺害。旧秋月藩の氏族はあらかじめ旧と四つ藩の氏族、杉宇十郎らと同時決起を約束していたため、 この後、豊津へと向かい、10月29日に到着する。しかしこの時、旧豊津藩士族は決起しない方針を固め、杉浦は監禁されており、断判中、豊津側の連絡を受けて到着した、野木マレスケヒキエル小倉賃代が、秋月島を攻撃。秋月側は、死者17名を出しこう村栗川地へ、退却、10月31日に、秋月島は解散し、 磯、宮崎、ときら七氏は自陣した。抗戦派の今村は、他26名と共に、秋月へ戻り、秋月小学校に置かれていた、秋月と討伐本部を襲撃し、健康官2名を殺害、反乱に加わった氏族を交流していた、酒屋倉庫を焼き払った後、別れて逃亡したが11月24日に、逮捕された。なお、は、兵前の月日に、 旧佐賀藩士族の同時決起を求めるため佐賀へ向かったが、その帰りに逮捕されている。12月3日に福岡臨時裁判所で関係者の判決が言い渡され、首謀者とされた今村と増田は即日斬首され、約150名に懲役、除属などの懲罰が下された。ありがとうございます。